トマベ知識認定コーチの西村です。本日はお布団がなくなった事件っていうお話をいたします。コーチ真由美のベッドはダブルベッドです。今の赤坂、まあ乃木坂地区なんですけどにお引越ししたのがかれこれ2年ちょっと前になりまして、ということでこの間マンションの更新来ちゃったんですけど、更新しました。お引越しするのでベッドシングルがいいかなダブルがいいかなって周りの人に聞いたら、そりゃダブルでしょって言われたんでダブルベッド2回買いたんです。シルバーウィーク中枕カバー買い替えました。私物大事にする方なんで枕カバー擦り切れるまで使ったのでお買い替えです。白にピンクの花柄が多かったんですけど、今回は癒しを求めてハワイアン柄ナルフローレンのシリーズです。ちょっと生地のモサッと感がある。で、私東京に来た時にお布団に関しては衝撃的な事件があったので、コーチ真由美の経験談としてお話しさせていただきます。私金沢ではお布団使ってたんですよ。シングルのお布団です。割とカバーいいもの使ってました。あのユニクロで以前高級な綿を使ったシリーズ販売しててそれかけてたんですね。で、枕は低反発のテンピールじゃないけど低反発の枕使ってて、でその上にラルフローレンのタオルケットセール品買って、でその上にシングルの羽毛布団割といいやつをシングルのカバー、これはローラーシュレのカバーだったかな、をあのつけて使ってました。それでまあ、あの東京に来てダブルのベッド買った時点でいらなくなったので、一式自分のマンションの前にゴミ処理券を貼って夜に出したんですよ。10時か11時だったと思う。で翌朝、当時私まだコーチになる前だったので朝っぱらカフェに USCPA の勉強をしに、まあ、出かけました。でカフェでしこしこ USCPA の勉強をしてたら電話がかかってきたんですね。もしもし、西村さんですか？って、港区のゴミ処理を担当しておりますものですけれども、ってお布団どちらに出されましたか？って、私初め意味が分かんなくて、あのすいません出したんですけど、いえありません、いやそうじゃなくて出したんですけど、いえあのゴミ処理のもので今もあの門の前にいるんですけど、って言われて私焦りました。意味がわからん。でそのうちゴミの担当者さんがあーってわかったみたいな声を出されたんです。西村さん、それあのお布団なんですけどどちらに出されましたか？って、えガラス戸の前のこのこういうところっていうふうに私説明したんですね。そしたらそこにお布団がないんですよってゴミの担当者さんおっしゃるんです。え、そんなバカな、私は夜に出したんですけど、ええってゴミの処理担当者さん、わかりました、つまりなくなったってことなんです、ってガーンってコーチ真由美あまりにもの事態に脳が思考停止しましたけど、要するにそういうことなんですよ。夜に私のお布団一式を誰かが使いたいっていうことで持ち運んで、でゴミ処理業者さんが来た時にはすでになくなったってことなんです。ゴミってゴミとして出した時点で所有権失うんでしたっけ？だから盗難とは言えないんでしょうけど、まあそういうことです。その話聞いた私の知り合いの方、いやん気色悪いとか言いましたけど、まあ気色悪いっていうか、私のタオルケットかなり糸出まくってたんだけど、あんなんでよかったのかなみたいな、まあそんなことです。私の住んでるところ東京のど真ん中山手線内なんですけどね、ゴミの持ち去りってあるんだって思った、そんな事件でした。皆さんもゴミ出した時になくなるっていうことあるんだよってことで、まあ覚えておいていただければと思います。